みんないる？いるね。りょうじいさん音符ありがとう。見て、お昼頃じゃなね、お昼思ったよりお早めだったね。一個結婚して慰めて今からやることがあるので、配信も始めた。みんなと話したいかったから。そう、昨日やらないといけないことがあってね、メールで重ためなことを送っちゃったから届くか不安なんだけど、まだ届いてないね。おはようメール送ったんよ。おはようメール9時半はお昼よね。朝よもう朝だよ。ルイボスティーを飲みながら、なぜ一人微笑むの。テーブルの下さりげなくサンダル脱ぎ捨てた。重たいメールを送ったの。早く読んでほしい。確かに早め、ちゃんとおはようメール、いつも届いてねえです。早く送って、早く。とりあえずちょっとこのルイボスティーを飲んで私は心を落ち着けております。10時まで朝だよね。さっきはこのルイボスティーを買いにスーパーとコンビニに行ったよ。カズさん可愛い、ありがとう。ありがとう、こんな可愛いって言ってくれるなんて優しい。あやとくんお疲れ、ありがとう。みゃみゃ、ありがとう。フォーユー、昨日12時ぐらいに行ってたからびっくり。そうなの、ありがとう。ハート、そうなんだよ、私もびっくり。私もまさかこうなるとは思ってなかった。でもメールで明かしてるので待っててください。今から私はお仕事をします。なのでその準備をしていきたいと思います。今日公演あるけど、やっぱりメイク、お肌のメイクってさ、わかんないから大丈夫だよね。アイメイクだけしとけば。そう、あのね、動画を撮ります。そう、動画をね撮る、その配信お役目があったのをすっかり忘れてたんですよ。それでってなった。おでこが可愛い公園で待ってるね。公園は超楽しみ。お役目があったの。お発意が早めだったから予感して予想してた。予感があったよね。うわ、駅弁あれは、あのさ、駅弁さ、私さマジおすすめなのがあってさ、夫婦アナゴのアナゴ弁当みたいな、あれほんとおいしいけ。よくメンバーが瀬戸チャレのロケとかで食べてるよ。公演嬉しい。マイカー公演、マイカーとチャートリが今日は見れますね。今こうやってメイクをして、もうね今日はちょっともうやみそうになって、だからすっぽんぽんで筋トレしたよある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 じゃない、割と。病みそうな時すっぽんぽんで筋トレする人おらん。そんなのないと。みんな
For you、 自分もルイボスティー。お揃い。でもちょっとこのコーヒーパックみたいな、牛乳パックみたいなのをストローで飲むの私憧れてたんですよ実は。だからちょっとやれ、ちょっとそれが叶ってるし。高雪さん、レインボースターありがとう。うん、え、ない、あ、スポンポンない。あ、そうなの、あれ買って。あ、そっか、広島来てぜひ。あ、え、スポンポンで筋トレしたくなることない。そんな筋トレあるんだ、筋トレの方法みたいになっちゃった。ないんかい。あるけ、みんな一度はみんな通る道だよ、スポンポンで筋トレ。私は少なくとも、もう人生の半分はスポンポンで筋トレしてる。割とスポンポンで筋トレしたらメンタル落ち込んでてもなんとかなるけ。お部屋と排水口の治安よくし、な、悪くなってきたから掃除したから公園向かうよ。えらっ、ちゃんと掃除するの。私もなんかさ、家になんかハエっぽいのがいるんだよね。え、あるあるだよね。そう、え、パンイチか、え、パン、わかる、パンイチ、パンイチ、え、パンイチよ、私もパンイチ。家での筋トレはパンイチです。そう、夫婦アナゴ飯、そう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 、それ、これめっちゃ美味しい。いいかな、まつげ。え、憧れるの分かるよね、これに憧れるよね、みんな、このこうやって憧れるよね。ちょっと分かってもらえて嬉しいんだけど。アイドルからそんなセリフ聞かされるとは。ほんと気持ちいいけやってみ、みんな。うなぎ最高。マリー・アントワネット、アナゴはないからうなぎ食べ。私うなぎも好きだけど、昔はうなぎすっごく好きだった。今も好きよ、うなぎ。食べんくなったけどさ、その実家にいるときはさ、ママが食べさせてくれてた。今思えばすごいことなんだなって思った。で今は一人暮らししてさ、そんな贅沢なもの一人で食べんくなったし、食べたいとも、一人で食べたいとも思わんくなったけど。いてくれてよかった。私一人で病んで裸ん坊で筋トレするしか、私のストレスの吐き口はなかったから、みんなと配信して、それで私は救われております。うん、すっきりするけ、裸んぼで筋トレ。もうね、うーってなった時はみんなやってみて、本当に。え、そういえばリコチが言ってたあの裸んぼで筋トレ、ちょっとやってみようかなって気持ちで。成田のしんさん、ゴルダルありがとう。お仕事頑張って、頑張って頑張ってる、頑張ってる。
ポントレ、ポントレ、スポンポンで筋トレすることをポントレとこれから呼ぼうね。ポントレ、ポントレマジやってみ。あ、確かに上半身スポンポン状態でポントレすることある。私も今日は上半身ポントレだった。こんなもんでかな。うん、ツイートしていいよ、リコチゴロク。ポントレポントレ、すっぴんぴんで筋トレは普通やな。筋肉の確かに動きとか観察しやすそう。すっぴんすっぽんで、すっぴんすっぽんで筋トレリコチだって。すっぽんだったんや私。音符ありがとう。ウケる。お話し会の時だけフグ着るん家で。アナゴ飯美味しいよね。そう、広島に来てうなぎも美味しいけどアナゴも美味しいってことに気づいて嬉しかった。めっちゃわかる。え、めっちゃわかる。勉強しながら紙パックのストローってさ、ほんとおしゃれ、おしゃれって私も思ってた。学生しかできんのかこの。え、なんかそんなイメージ。そうだよね。なにこの髪型。うん、リップ塗るのもめんどくさい。こんな感じでいっか。あとは髪の毛するだけだね。え、パンイチでプランクは偉すぎるて。プランクは偉いは。うん、やみながら裸で筋トレしよう。泊まり勤務明けお疲れ様。絶対きついよね。休めるとき休みやん。配達の人が来たらすいません。出ない。あれよ、置き配にしてもらう。すいません、今出られる状況じゃないので。そう、マサオさんこれだれありがとう。ポントレ、ポントレいいよ。え、メイク完了してるかと思った。褒め上手。褒め上手。それは本当に極薄メイクでいいよね。このあとは前髪ちょっとドライヤーで下ろして。サンソンさんハートありがとう。綺麗です、優しいね。見て、ここ描きながらごめんね。お綺麗ですなんて優しい。あ、紙パックリプトンストローか。確かに私はもうルイボスティーをストローで。前髪なしも可愛い、美しい。本当？え、 JK だよ。私もうこれしてるから、 JK だから。私そう、もう昨日もね。え、本当に、ど、え、あ、メール届いたよ。みんな闇メール届いたよ。おもおもメールが届いたよ。かゆい。ほら、闇メール届いたよみんな。確かにコスプレ筋トレはみんななんか見に来そう。美人？朝からめっちゃ可愛いって言ってる。そう、メール読んだよ。え、読んでくれた？お姉さんっぽい？お姉さんだよ。そう、赤ちゃんみたいに泣いちゃったの。JD か、ルイボスティーだったら。私もう大人だ。そう、重くない？大丈夫？もうこんな感じ、みたいな感じで泣きながら寝た。本当に私これでも買ってぐらい、なんかもうモヤモヤしちゃって、これ涙流さないともやっちゃうやつやなって思って、だからもう泣きながら寝た。そう、12時までがデッドラインだから11時までには撮って送りたいよ。もう赤ちゃんだったんだから、私。
になるけ。もう私が赤ちゃんになってもみんな面倒見てね。え、ちょっと待って、ミラボ意外に早起きやろ。え、そんな闇じゃなかった？もっと闇でもいい？ドライヤーの音すら美しく感じるですって。もう赤ちゃんなんだからちょっと誰、もうちょっと赤ちゃんがいい。ドライヤー早いでしょ。ん、早いや、ドライヤー早いや。やばい、アハ体験してしまった。育ててくれる、私のこと育てて。うん、優しい小型ペンギンさん、ミラーボール、チャオさん、ゴルダル、スコヤカゴリラさん、ミラボー、マニュチ、ミラボー、うん、チャオさんも、エイちゃんも、ゴルダル、イッコーもゴルダル、ん、マーシー、結婚して。あーやー、お、196日になったのね。好きあれば貴族。ほんと好きあれば貴族。わたあめさん、音符。イッコー、チャオさん、ありがとう。もうちゃんとするもん。偉いよね。私って偉いよね。急なお役目にもちゃんとする。本当はね、すっぴんで昨日の夜撮ったんだけど、もう眠そうで、ね、それ何も考えずに眠りたかったんよ。頑張る動画撮影。ちなみにショールームの動画撮影なの。どんなこともうね、全部言っちゃう。全部言っちゃうよ。動画がね、アップされるんです、ショールームさんの公式ツイッターかな、ルーム PR。 動画コメント1分程度。たどり横向き。たどりは無理や。やけど相談したら、まあ固定してたらいよいよというのことで、自己紹介、どんなことを配信しているのか、自身のルームの PR コメントをみんなに言います。あのストレッチしたら肩の筋を軽く痛めた、大丈夫？ねえ、すぐ伸びるよね。私の前見て、ほら、よいしょ、自作よ。え、大丈夫だよ。でも一言じゃ説明ができない。本当になんか自由なルームですぐらいしか。ストレッチって意外といきなりやるのは危険なんだね。気をつけ。支柱固まる。ちょっと私がねじるげ。どんなことを配信してるか、普段はスポンポンで配信してます。面白い。ごめんなさい、本当。あの中二よ、中二だ男子が私の心の中いたから。ごめん今のは。ごめんなさい今のは。本当に私もなんかもう深夜テンションみたいな感じ。毎日マジバンされる。あ、ロマンティックあげるよ、ロマンティックあげるよ。はあ、まあいいよ。日常配信本当に面白い。マジ面白いんだけど、この毛ちぎろ。どんまい。
まあ整理整頓が必要だったということで。拾わ、もう落ちたものは後で拾う、手を差し伸べてあげる後で。ちょっとこの子面白いとか、豪快な笑い、この顔うん、元気出る、私も元気出てきた、みんなと話して。じゃあ取っていくか、このね三脚に。ごめん、アタックしちゃった。物は拾わんけどコメントは拾うよ、もちろん。いて、ごめん。なんかさ、多分ショールームらしさ出したいから。あ、でもこの画角でいいのでは。もうちょっとこうか。あ、すごい、もう公開で撮るけ。え、どんな言葉を出そうかな。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。一番さ、そう、ショールーム、マジ肌すっぴんでこんな高画質なカメラで撮るの大丈夫そう。まあいいよね、少々。凹凸凸凹と平平平平くんを持って服着替え、もうよくない。壁にストレッチから入るとキャッチ。急に凹凸凸凹くんと平平平平くんと一緒に、こっちだけ耳かけする。私でもこれよそ行きやからね、これ、この服よそ行きよ。ちょっとこっちも耳かけする。お風呂みさ、お風呂好きみたいな感じで登場する。あらばんでべん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 、呼んだてんてんてん。あ、暗い服がいい。もう着替えるのめんどくさい。ならすっぽんぽんで動画撮るわ。そしたらどうなるんだろう、光の加減的に。え、でもね、割とねいいのでは。どうかな、向き何回。うん、来れる前なんか心配されそうだよね。お風呂好きってみんなやっぱ通るよね。大丈夫、叱られます。じゃあ動画と、え、じゃあどんな言葉を言っていくかみんなで考えていこう。え、皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。はい、いつも私のショールームをご覧いただき本当にありがとうございます。そしてまだ私のルームに馴染みがないよって方のためにも、ちょっとだけ簡単に私のルームについて説明させてください。私のルーム、ひまらまゆです、工藤理子です。
私のルームは私のルームは本当に自由です。みんなが本当に心配しちゃうぐらい自由なので、心配したがりな人にぴったりです。おいちい。トトリコです。今日は私の配信について説明したいと思います。みんなって心配したがり？もしかして世話焼き？もしかして私の保護者？皆さんこんにちは、 ST48 の工藤理子です。まだ撮ってないよ。イヤホン非推奨な配信です。貴族自動飛び飛びサービスコントレ。貴族は確かに、私のルームには貴族が溢れています。平民もいます。平民みんな貴族よ。みんなね、だって貴族のたしなみ方をすごいしてるじゃん。私は本当に自由に配信をしています。皆さんこんにちは、 ST48 の工藤理子です。私はいつもここで、はい、ちょっとこの耳、こっちの耳かけはやめとこう。うん、みやこ先生ゴルダラありがとう。下僕もいます。いつも配信ではこのここで配信をしています。ワンもいます。ワンもいます。皆さんこんにちは、 ST48 の工藤理子です。はい、いつも私はここで配信をしています。後ろには千健やかに恩返しという言葉を貼っていて、うう目がかゆい、貼っていて、夢を叶えるこの夢を叶える場所ショールームで夢を追いかけています。かゆっ、耳かゆっ。いつも画面の外で配信しています。くとみかかよい。もやし一族、もやし一族、もやし一族なのか、もやし一族、みんなもやし一族です。私でも今日はレタス食べる。あ、見てかゆい。次は二の腕がかゆい。健やか配信はここだよ。大喜利会場、確かに大喜利会場だよね。皆さんこんにちは、 ST48 の工藤理子です。いつも私はここで配信をしています。白いってなんや。ワンワクの男、ワンワクの男、ワンワクの女、貴族枠の男女、下僕枠の男女、もやし一族の男女。ああ、にゃん枠だった。にゃん枠もいいよ。受けるみほ枠いいよ。そんな枠があったの。まあいいや。あなたも何の目撃者？目撃者？リコチの写真にもやしが写り始めたらアップルウォッチ買った可能性があるな。星、何星？間に点打って星回避して、星すり抜けて、事故現場、事故現場を目撃したい人はぜひ私のルームにお集まりください。これでいい？やっちゃうよ。
事件、事故や事件の現場。テトリス配信もしています。ひたすらに テトリスをして相手の悪口を言うのが好きです。テイー達成したらアップルウォッチのイベントあったら私本当に頑張りたいんだけど関係者おるな、あったらそれ私めっちゃ頑張れるわ。みんな無料のやつめっちゃ持ってきてお願い、みんな友達にもって。ちょっと私は福岡でするからめっちゃ面白い、悪い子めっちゃ悪い子、福岡はダメですよ。予測不能の大サスペンス的なキャッチフレーズを考えよう。福岡でバンされてアップルウォッチ取り上げられたらどうするの。アップルウォッチなんか私にはすごいいいものに見えてる。本や貴族や ASMR など広いジャンルを取り扱っているので見るだけでお利口さんになれます。あ、いいね。私は毎日波乱万丈ドキドキスペシャルな配信をお届けしております大胆不敵の波乱万丈大胆不敵ドキドキスペシャルな配信を毎日お届けしています。眠たい時は寝たり。じゃあこうしよう、波乱万丈大胆不敵自由奔放ドキドキスペシャルな配信をお届けしております。ドキドキスペシャルドキドキスペシャルアラモードな配信をしていますこれしよう、ドキドキスペシャルアラモードな配信をしています。これにしよう。ほんといい感じ。じゃあいくよ。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。私は毎日ショールームで波乱万丈予測不能大胆不敵自由奔放なドキドキスペシャルアラモードな配信をお届けしております。本当に自由奔放で眠かったら万に怯えながら4分間寝てみるという配信をしてみたり洗濯物を干してもらうのを、洗濯物を干して干し洗濯物を干すのを皆さんに見守ってもらったりしています。毎日いろんな時間にいろんな配信をしています。皆さんに刺さる、そして皆さんの生活の一部になれる、そんな配信を目指しているので、ぜひ皆さん気軽に遊びに来てください。待ってます。一難去ってまた一難、いいねそういうの入れたいよね。いいじゃん。テンションがジェットコースター、ジェットコースターな、はいアトラクションな配信ストレッチで着せよ。最近やった配信だとサウナ配信が楽しかったです。サウナ配信が楽しかったです。あ、こういうのも入れたらいいよね。え、じゃあさ、ちょっとやってみるよ。途中ジングルで、ジングル入れるの？いくよ。みなさんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。私の配信は自由奔放で大胆不敵で48の工藤理子です。工藤理子のオールナイトニッポンパンパン、こういうのいいよ。ちょっと恥ずかしくなってきたよ
るって思ったら恥ずかしい。しかもさ、こういうのさ、なんかさ、アラモード、そうアラモード控えてるんだよ私たち。オールナイトスポンポンポーン、工藤理子のオールナイト瀬戸内。オリちゃんハートありがとう。オールナイトスポン。あ、よ、四字熟語混ぜるなら焼肉定食も入れとく。わかった。オリちゃんハートありがとう。めっちゃ面白い。工藤理子のオールナイトスッポンポンをお届けしております。オールナイトスッピン、めっちゃ面白いやん。え、もう一回行こう。んなんだっけ、波乱万丈自由奔放、波乱万丈大胆不敵、波乱万丈大胆不敵自由スッポン、間違えた、自由奔放、自由すっぽん、やばい、自由すっぽん。じゃあこれでいこう。すっぽんぽんラジオ配信、すっぽんぽんラジオ配信めっちゃしてみたい。ちょ、一本撮るよ、一本撮るぞ、いくよ、うん、日本とすっぽん。天真爛漫、大胆、大胆、オッケー、いくよ、みんな、すっぽんが頭からめっちゃ大好きやんね。これいくよ、みんな見ちょって。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。私はいつもショールームで大胆不敵、波乱万丈、自由奔放なドキドキスペシャルアラモードな配信をしています。いつも眠かったら4分間寝てみるチャレンジをしてみたり、洗濯物を干すのを皆さんに見守ってもらったり、体がなんか毒素溜まってんなって思ったらサウナ配信をして端末が熱くなっちゃったり、本当に自由な配信をしています。皆さんの生活の一部になれるように、毎日朝だったり昼だったり夜だったり、いろんな時間に配信をしているので、暇な時遊びに来てくださると嬉しいです。ドキドキさせちゃうぞ。待ってまーす。ちょっとまださ、これ待ってまーすみたいな、ちょっともう一回、ちょっと涙出てきた。はあ、面白い。神崎渡郎さん、ハートありがとう。自由すっぽん。ちょっと待ってよ、神崎渡郎さん、ちょっとさ、丸やんだったよね。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子ですみたいな、違ったよね。神崎渡郎さん、音符ありがとう。これいいよね、こんな感じでいけたらいいだよね。 OK、 テイク2。あー面白い。待ってまーず。本当に点々ついてたよね。よし、ゲラだけ耐えよう。そうね、少年っぽくいく。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。ふう、最後の決めポーズは必要ね。待ってます。ふう、ダイを入れるの、入れたらもっとカオスになっちゃうよ。さっきもいい、見返してみる。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。私はいつもショールームで大胆不敵、波乱万丈、自由奔放なドキドキスペシャルアラモードな配信をしています。いつも眠かったら4分間寝てみるチャレンジをしてみたり、洗濯物を干すのを皆さんに見守ってもらったり、体がなんか毒素溜まってんなって思ったらサウナ配信をして端末が熱くなっちゃったり、本当に自由な配信をしています。
皆さんの生活の一部になれるように、毎日朝だったり昼だったり夜だったり、いろんな時間に配信をしているので、暇な時遊びに来てくださると嬉しいです。ドキドキさせちゃうぞ。待ってます。これでいいんじゃない。サンソンさん、ゴルダラありがとう。待ってまーすだけはちょっと良くなかった。ちょっと良くない。これ1分9秒これ1分程度って言ってた。ゆっくり話すのがいいよね。いい感じ。イヤホン、ちなみにイヤホン水晶です。これ使う。爆笑終わり。もうこれで本当本当これでいい。分かった。じゃあこれで一旦提出して、もう一回真面目に撮ろう。ちょい笑いすぎ。ウケる。そうよね。ほら、反転させるのか。どうでしょう。一応ちなみにイヤホン不推奨です。わかった。じゃあもう一回さ、いい感じ。これテイクワンでしかさ、ほんと。じゃあじゃあ次はめちゃめちゃ真面目な。皆さんこんにちは STU48 の工藤理子です。このバージョンでいこう。よし、翡翠書いく。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。いつも私はこの書道を貼ってるところで配信をしています。自由奔放、波乱万丈、大胆不敵な。無理だった。言葉出てこないって。じゃあもうちゃんと真面目な感じ。まだドキ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 スペシャルアラモードな配信でお届けしております。ちょっと耐えないと。見ちゃった、みんなのこと。ごめん。もう一回行こう。カットもう一回行こう。でも皆さんこんにちはの言い方良かったでしょ。はい、一旦止めます。工藤さん、もうちょっと役作り頑張ろう。よいしょ。はい、工藤さん、もうちょっと頑張れるよね。はい、頑張ります。お願いします。けど、こっち見んな。いくよ。もう一回いくよ。サードテイクいくよ。ここは切り取ればいいよ。いくよ。カンペ。皆さん、こんにちは。STU48 の工藤理子です。私はいつも波乱万丈、大胆不敵、自由奔放、遠心爛漫なドキドキスペシャルアラモードな配信をお届けしております。今も実は配信中にこの動画を撮っていて、コメント欄で皆さんのカンペを見ながら読んでいます。私はいつも自由な配信をしていて、眠かったら4分間寝てみるチャレンジをしてみたり、洗濯物をね干すのを見守ってもらう配信をしたり、テトリスして負けて悔しがったり、ルービックキューブ全面揃えるまで終われま10をして3時間配信したり、体がだる重な気持ちだったらサウナ配信をして端末が熱くなってなんか配信途切れちゃったり、そんぐらい自由なことをして皆さんをわたわたさせてしまっておりますが、いつも見守ってくださりありがとうございます。これからも毎日変な時間に配信をするので、皆さんの生活の一部になれるように
頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、いいんじゃない。エピソード長かった、これいいんじゃない。みんなほんと優秀な AD。 クマクマ、あ、天真爛漫読めてなかった。天真、うん、洗濯物干すところみ心の目で見てるだろ。はい、 OK です。もう一回、これ1分35秒、今のくらいが自然。ここは切り取ればいいよ。ドキドキさせちゃうぞ。欲しい人。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。私はいつも波乱万丈、大胆不敵、自由奔放、天真爛漫、あ、天真爛漫言ってた、ドキドキスペシャルアラモードな配信をお届けしております。今も実は配信中にこの動画を撮っていて、コメント欄で皆さんのカンペを見ながら読んでいます、うん、私はいつも自由な配信をしていて、眠かったら4分間寝てみるチャレンジをしてみたり、洗濯物をね、クマやば、持ってもらう配信をしたり、クマ、クマ、何これ、クマ、これクマ何、ルービックキューブ全面揃えるまでクマこれ何をして3時間配信したり、体がだるおもな気持ちだったら大丈夫そう、生配信をして、あ、チャンさんごめんなさい、ありがとう、配信ひよこりそのぐらい自由なことをして皆さんをワクワクさせてしまっておりますが、いつも見てくださりありがとうございます。これからも毎日変な時間に配信をするので、皆さんの生活の一部になるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。ちょっとクマ、クマにちゃんと意識しよう。演出ある方がいいね。ちょっと1匹だけにしよう。こっちは平平平米。よし、もう一回行こう。スポンポンで筋トレもしています。1分ぐらい長いのは良くないよね。あ、反転してるよ。そう、そう、顔にファンデーション塗ってないから、少しでもちょっとブツブツを抑えてもらって、でもそんな加工してないから安心して、お肌の加工だから。よし、いくよ。だんだん良くなってるね。次で OK 行きましょう。AD さん、おーだ、綺麗です、優しい。最近私肌治安観察日記つけおるの。楽しい。1週間ぐらい暗い、確かにこれ自由、あの、あれよ、あれの光、外の光、あー楽しい、楽しんでるの私だけじゃないよね。あ、鼻のテカリ F、 すみません、ちょっとしゃっくり。照明さん少し明るく、なんだ綺麗です、優しい。え、なんか鼻テカるよ。ちょっとパフでポンポン、ちょっとメイクさん押さえてもろて、もういいか、何塗りたくないのもお肌に。いや、なんか塗っちゃこう。これはね、ツヤなんですよ。こんなもんでアラモード、
手間な感じで。途中で撮影入れるの本当に？アラモードって何？お菓子じゃない？パフェの一味みたいな、一族、親戚みたいな。じゃあ配信していくよ。いくよ。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。私はいつも波乱万丈、大胆不敵、自由奔放、天真爛漫な配信をして、あー違う、でもちゃんとスラスラ言えるようになった。違えた。じゃあ入ります。みんなもう一回、みんなもう一回いくよ。いや、いけてたよ。時々スペシャルアラモードな配信をお届けしております。アラモードテンション大丈夫？ちょ、こっち見ただよね、みんな。ごめんごめん、チラッとみんなのこと確認しにゃちゃんとカメラ見て。はい、もう一回もう一回、テンション大丈夫そうって。読む私が一番やばい。いくよ。皆さんこんにちは、STU48 の工藤理子です。私はいつも波乱万丈、大胆不敵、自由奔放、天真爛漫なドキドキスペシャルアラモードな配信を皆さんにお届けしております。本当に自由すぎて、眠かったら4分間寝てみるチャレンジをしてみたり、洗濯物をね干すのを心の目で見守ってもらったり、ミラーボールが回り始めた。実はこれも配信をしながら動画撮ってたり、ルービックキューブ全面完成させるのに3時間かけたり。一番最近楽しかったのはサウナ配信をして、端末が熱くなって落ちちゃったんですけど、すごい整いましたすごい、こんな自由な配信で皆さんをハラハラドキドキさせてますいつも朝だったり昼だったり夜だったり、いろんな時間に配信をして、皆さんの生活の一部になれるように頑張っています。一緒に夢を叶えましょう。リコジルームで待ってまーす。いい？いい？これ、これいい？いい感じ？1分32秒だけど、10秒間ぐらいなんかクマさんと一緒に戯れてたから、こんな風にカット。ポンさん、皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。サンソンさん、チャオさん、ゴルダル、フリマルおバカさん、波乱万丈、大胆不敵、自由奔放、天真爛漫なドキドキスペシャルアラモードの配信を皆さんにお届けしております。本当に自由すぎて、眠かったら4分間寝てみるチャレンジをしてみたり、洗濯物をね干すのを心の目で見守ってもらったり、ミラーボールが回り始めた。実はこれも配信をしながら動画撮ってたり、ルービックキューブ全面完成させるのに3時間かけたり。一番最近楽しかったのはサウナ配信をして、端末が熱くなって落ちちゃったんですけど、すごい整いましたすごい、こんな自由な配信で皆さんをハラハラドキドキさせてますいつも朝だったり昼だったり夜だったり、いろんな時間に配信をして、皆さんの生活の一部になれるように頑張っています。一緒に夢を叶えましょう。リコジルームで待ってます。いいんじゃない、いいのでは。もうこれでいいよね、これでいい、これでいい、これかな、これだよね。オッケー、よし、これで提出するぞ。
今反転を直してる。いい？私が伝えたいこととか伝えられた？すごい整いましたじゃないんよね。リコちん見てた？提出後にきっとマネージャーさんが、そう、きっとトリミングとかしてくださるはず。え？最初のなんかぐちゃぐちゃのやつ？めっちゃ大笑いしてるやつ？大笑いしてるやつも内容は大丈夫だと思います。よかった。反転、そう、反転直した。反転ちょい癖強バージョン。もうこれ以上強くしたらやばいです。一緒に夢を叶えましょう。リコジルームで待ってます。いいのでは。大笑いのはじゃあ私のツイッターで載せるね。みんなできた。ねえ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 、みんなできた。みんな赤ちゃん、赤ちゃんだから私。みんなできた。昨日ねこれやらなかった自分にねすごい失望してね、なんで気づかなかったんだろうって、なんでこの時間に気づいちゃったんだろうって、もうね赤ちゃんのように泣きながら寝たの。もうねおぎゃーの時間よこれ。もう赤ちゃんだったんだ私。もう昨日もにーって涙をボロ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 って流して、でそれで布団のことスーハースーハーしてそれで、ね、落ち着いたら寝た。寝落ち。小型ペンギンさんお疲れありがとう。こういうハートありがとう。音符坂道配信から飛んだらいつものコックドリコだかー。そんな恥ずかしい。タッキーちお疲れありがとう。エイちゃんもお疲れありがとう。頑張ったてありがとう。そう寝たのありがとう。泣いて強くなっていく。リコチ好きです。優しい優しい。そう吸って吐いてしたしたら落ち着いた。なんかお布団の匂いで明日まなちゃんのモノマネしだしそう。明日リコだよ。あのね明日リコだよ。えでもミラーボールが回り始めたやつめっちゃ好きやったな。えミラーボールが回り始めたのってこれかいね。ドキドキ。本当にジップスの心の目で見守ってもらったりの工藤リコです。自由奔放変モードモード皆さんにお届けしております。本当に自由すぎて、眠かったら4分間寝てみるチャレンジをしてみたり、洗濯物をね干すのを心の目で見守ってもらったり、ミラーボールが回り始めた。これミラーボール配信をしながら動画撮ってたり、ルービックキューブ全面完成させるのに3時間かけたり。これでいいよね。私の自由さと、なんだろう、みんなと同棲してる感が伝わるよね、きっと。枕カバー毎日私洗うのにハマってるんだ。みやこ先生バラありがとう。情緒が不安定なのリコちゃん。明日リコだよ。情緒が不安定なのよきね。生誕祭のアーカイブ手紙とかでないと。みやんこ先生バラありがとう。ええ感じにまとまってるね。それあいまいまいんちゃんだったよね。えらちえらち凹凸が平米に嫉妬してた。ごめんって凹凸平米も。あいまいまいん you are yours he is him
シーホーホー。よし I'm done with the all stuffs。 よし、いや、お野菜食べて情緒を安定させていきたいと思います。みんな本当に見守ってくれてありがとうね。ルイボスティーもね、もう1リットルいきそうです。よかった、2リットル買ってるんです。Well done。 セブン、みんなありがとうございます。みんながいなかったら私できてなかった。こんな面白い感じにもできてなかったし。連絡来たんじゃない？こちらで提出しますって。昨日は投げ出しそうになったけど、そう、昨日はもう提出なんて守んない、ビーンって思って、もう12時に起きるつもりだったんですよ。でも NG なかった。でもそんなの私じゃないし、私が許さないし、ハーハーしちゃったから、だから今日はみんなとこうやって撮れてよかった。内容のチェック、そう、それでね、7時半に起きてうだうだして8時半とかなって、でそれでとりあえず顔洗って、そしたらなんかちょっとお野菜食べたくなったからスーパー行って、9時とで9時20分とかに持ち帰ってきて、でそれで今、うん、そう、でも守るのが私だもん。私はちゃんとお仕事の人だから、そう、私はお仕事の人間なんだから、お仕事をちゃんと、お仕事をしてる人に向かってリスペクトの気持ちを込めてお仕事をしてるから、お仕事惜しい、お仕事惜しい、お仕事、お仕事はもう大切だから、これからも守っていく。やるときはやるよ。それ昨日死んだ、めっちゃ楽しんでた。小型ペンギンさん頑張った、ありがとう、ありがとう、優しい、コンコン、頑張った、ウェーって、ありがとう。プロなのツイート、確かにおはようツイート早かったよね。そうでしょ、だよね、ショナの、ショナの。実はでも私はもうこれですっきりしたから、さあアバターどうぞ。すっきりしたから、うん、以上、もうこの後はすっきりお肉とお野菜食べて、実はトマトも買ったし、八百屋さんでレタス、スーパーにレタスなかったけね、そう、八百屋さんによ、八百屋さんがあったけ、レタスそこで買った。寝る？寝るかも。あ、本読む、今読んでる本がめっちゃ面白い、これ面白いです、推し模様。これでもすごい2021年の本屋大賞の本なんですけど、そう、これ2年前ちょうど私あの本屋さんで見て面白そうだなと思ったけど買わなかったんですよ。でも今読んで面白いってなってる。推し模様またレビューします、レビューします。まだ浴衣リコチの写真いっぱいあるし、なんなら動画もあるの、載せたい。やおや、遊ぶのも仕事。朝活できた。やっぱ早く起きることは大切。なかなかの結末も含めて内容。マジ？めっちゃ楽しみ。楽しみ。そう、え、そう、21歳の作家さん。めっちゃ若いのにこんなの書く。そう。すごい。そう。三島ゆきおさん、すごい、推しもゆ、読んでみる、わかる、ミステリー好き、すっきりシェカシェカする、んシェカらしか来るとは限らんやん。そう、皆さんありがとうね。うん、
ひげ、みんなありがとう。帰っても配信するので待っててください。頑張ろう、私も。神が頑張れって言ってくれてるんだよ。どんな内容なの？推しがね、炎上した、ファンを殴ったらしいっていう入りですね。私が炎上した、リコチの実話よって。猫パンチ、あ、公演配信で見てくれてありがとう。もうすっきりしたので、みんな見守ってくれてありがとう。今からお料理する。自炊してるの偉い。今月4度目の自炊だからね、私。では皆さん、私の配信見てくださってありがとうございました。大好きになったよ、みんなのことがもっと。あんまり言わない言葉だからちょっと恥ずかしくなって、うふふになっちゃった。ありがとう。推しが炎上、私やん。自炊するね。ちなみにえのきも買ったから、えのきもゆでチンチンかな。あ、一緒に豚肉と焼けばいい。そしたら一緒になる。よし、ありがとうみんな。じゃあ壇上の方お呼びいたします。39位からいとぽよさん、クーネル遊ぶさん、クーネル遊ぶ住むところ、やぐら掃除の裏工事、真のアルトンさん、台北ジャックさん、小顔たん、神崎渡論さん、パーフェクトパズルさん、後ろさん、りょうさん、 DJ さん、こうさん、あやとくん、えいちゃん、たかゆきさん、ズーデスさん、なべさん、フライさん、もびさん、あれ変わっちゃった、もう一回読むね。いとぽよさん、クーネル遊ぶさん、真のアールトンさん、台北ジャックさん、小顔たん、神崎渡論さん、パーフェクトパズルさん、後ろさん、りょうさん、DJ さん、ほうさん、あやとくん、えいちゃん、たかゆきさん、ズーデスさん、なべさん、フライさん、もびさん、マシャさん、キキさん、ナンバーワンさん、ブンちゃん、クニちゃん、ゴヤッキーさん、ソニーさん、ヨーくん、タッキースチ、ポンさん、マリュさん、オリちゃん、わらびもちさん、渡辺さん、なべなべ所長、そして本日の秋元先生枠はサンソン先生です。ありがとうございます。すこやかゴリラさん、マルチ、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は1個、1個、ありがとうございました。第2位は小型ペンギンさんでした。小型ペンギンさんもありがとうございました。そして第1位はチャオさんでした。チャオさんもありがとうございました。チャオさん、ありがとう。皆さん、皆さん今日はみんなのために、私、皆さん今日は私のために、すごい見守ってくださって、カンペ出してくれたり、なんか盛り上げてくれてありがとう。あやとくんファイト、ありがとう。あ、リゾット作って、みんなありがとう。えのきって名前かわいいよ、確かに。えのき、みんなずっと大好きだから、ずっと大好きでいてね。メンヘラ、もう一回、絶対名前読み上げてないよ私。それだったらごめん、本当に入ってるのに。そんなことない、ありがとう。よし、撮った動画ね、見るの楽しみにしてて。うやうや、ありがとうみんな。じゃあ今から筋トレして、野菜食べて、配信昼から詐欺はやめてね。だってフォーユーさん、ハートありがとう。ほんとかなり朝にしちゃった、ありがとう。じゃあ皆さん、私の配信見てくださって本当にありがとうございました。ありがとう、ありがとう。ウサギポントレする、うん、あ、ポントレする、やっとちゃんと服着たのに、ポン、うん、ポンになってする、ポントレ。今日は背筋、あ、お尻かな、お尻。え、公演前私筋トレいける、早起きできたおかげで。うん、筋トレ行ってくるわ。みんなありがとう。みんな、私も楽しかったです。また話そうね、バイバイ。ありがとう、健やかに。あ、今日もじゃあ健やかに参りましょう。せーの、えいえいおー、えいえいおー、三本の徳、えいえいおー、健やかにね、にゃんね、みんな。じゃあまた夜ね。
配信しますので待っててください。お家帰ったらみゃんで健やかに有意義な一日に私もなりそう。にゃんね、健やかに。フライングエイエイをバイバイ。